さ、あの子らどんな生活をしてるのかね。手紙一つよこしゃしないんでね。彼らはセントラルでも名の通った錬金術師です。それゆえトラブルにも巻き込まれるようですが、なーに大丈夫です。あの兄弟は強い。強いかい？だといいんだけどね。ピナコ殿にとって二人は孫みたいなものですか。生まれた時からずっと見てきたからね。あの子らの父親とは昔からの飲み仲間だったんだが、やつめ妻も子供も置いて村を出て行っちまった。今じゃ生きてるのかどうかもわからん。そういえばウェンディ殿のご両親は死んだよ、イシュバールの内乱で。せがれはあの子の両親は外科医だった。医者が足りないってんで戦地に赴いたが、ひどい戦いでした。まったくだよ。おっと、ああそろそろ夕飯の支度だね。あんたたくさん食べそうだから作りがいがあるよ。いえ、そこまでお世話になるわけには。飯はみんなで食べた方がうまい。寝床も患者用のベッドが空いてるから使うといい。あの兄弟もここしか泊まるところがないんだ。一人増えたって一緒だよ。彼らの家はないよ。あの子らには帰る家がない。エドが国家資格を取って旅立つって日に自分の家を焼き払っちまった。帰る家をなくすことで後戻りできんようにしたんだろうよ。帰るか。みんなが待ってる。